セントラル線は、オーストラリア・クイーンズランド州ロックハンプトン市のロックランズから、ウィントン市のウィントン駅までを結ぶ QR の鉄道路線である。セントラル線からはいくつかの支線が分岐している。この記事ではこれらの支線についても述べる。QR 路線図東海岸のロックハンプトン地区から、内陸部のセントラルハイランズ市に広がる炭鉱やさらに、西のセントラルウェスト地方を結び、 貨物輸送を主体とする路線である。ロックハンプトン駅ロックランズ間の5 8 2トルの区間は後にノースコースト線に編入され、当路線はロックランズでノースコースト線から分岐する形態となった。起点のロックランズから西に約7 0 0トル進むとロングリーチ駅に至る。その後は北西に約2 0 0トル進んで終点のウィントン駅に到達する。 ウィントン駅ではマウントアイザ線、ヒューエンデン駅からの支線と接続している。ブラックウォーター地区ではいくつもの支線が炭鉱に向けて分岐している。ブラックウォーター駅ではクリルガへの支線が南に分岐し、終点のクリルガの手前のタウルスではさらに南のレイルハムに至る約 30km の専用線が接続している。サジタリウスではカラー駅への支線が北に分岐している。 ラングルではキンドーラへの支線が南に分岐し、この支線からさらにロレストン駅への支線が分岐している。バーングローブではグレゴリー駅への支線が北西に分岐し、この支線からさらにエンシャム駅やゴードンストーン駅への支線が西に分岐し、終点のグレゴリー駅の手前のグレゴリージャンクションでは東海岸のマッカイ市からの路線に接続している。エメラルド地区では南北に支線が分岐している。 ノボアでは、スプリングシャー駅への支線が南に分岐している。エメラルド駅では、クレアモント方面への支線が北に分岐し、クレアモント駅の約 20km 先のブレアソール、ジャンクションで、マッカイ市からの路線に接続している。東路線では、QR ナショナルが、貨物列車を運行している。ブラックウォーター地区やその周囲のブーネル、ブラックウォーター駅、クリルが、レイルハム、カラ駅、 バーグーン、ロレストン駅、ムガーラ、グレゴリー駅、エンシャム駅、ゴードンストーン駅、ミネルバ駅から石炭輸送列車がロクランズ経由でノースコースト線、グラットストーン地区まで運行されている。オーキークリーク駅やジャーマンクリーク駅からグレゴリージャンクションバーングローブロクランズ間を経由してグラットストーン地区まで運行される石炭輸送列車もある。 セントラルウエスト地方では主に穀物、家畜、コンテナ貨物を輸送する貨物列車が運行されている。ロックランズ、ロングリーチ駅間ではロックハンプトン駅経由でブリスベンのローマストリート駅から直通するトラベルトレインの長距離旅客列車も週に往復が運行されている。ロックランズ、ウィントン駅間1865年にロックハンプトンから西に向かう。 鉄道路線の建設が着手され、1867年にウェストウッド駅までの路線が開業した。当初はピークダウンズ地区の近郊と銅山を目指したものであったが、1870年代後半にピークダウンズ銅山分かれた。鉄道建設は続けられ1874年に五ン後まで、1879年にエメラルド駅まで、 1880年にウィザースフィールドまで開業した。沿線に植民地はなかったので線路が延伸するとともに町が作られた。エメラルド駅は南北に分岐する支線の結節点となった。当初この鉄道はノーザン鉄道と呼ばれていたが1878年に議会はこの鉄道をセントラル鉄道に改称した。 続いて内陸部の牧畜業者のために1883年から順次延伸し1886年にバーカルディン駅まで1892年にロングリーチ駅まで開業した。1926年までロングリーチ駅が終着駅であったがその後延伸し1928年にはウィントン駅まで開業しマウントアイザ線。 ヒューエンデン駅からの支線に接続した。カブラで分岐する支線1898年にカブラからマウントモーガン駅まで南下するラック式の区間を含む支線が開業した。その後、ウォン、ラネスを経由して1917年にバララバ駅まで延伸し、さらにモーラ駅、グーララを経由して1927年にテオドールまで延伸開業した。これは、 ドーソンバレー支線とも呼ばれる。一方、ラネスでこの支線から別の支線が分岐し、クロング、アーレスフィールド、ビロイラ駅を経由して1925年にサングル、まで、1932年にローギーまで開業した。ビロイラ駅の手前の打ケ場からは1953年に、カライド丹田駅への支線が開業した。これらは、カライドバレー支線とも呼ばれる。 1968年にノースコースト線、グラットストーン地区からアーレスフィールド経由でも、裏駅までを結ぶ、モーラ短絡線が開業し、末端のグーララテオドール間とビロエラ駅ローギー間も廃止された。ブラックウォーター地区で分岐する支線1967年に、ラングルからキンローラまでの支線が、1970年に、ブラックウォーター駅からレイルハムまでの支線が、 1980年にバーングローブからグレゴリー駅までの支線が開業した。1982年にグレゴリージャンクションから真っ赤イ市方面に至る路線の最初の部分が開業した。1983年に唐駅までの支線が、1992年にグレゴリー駅への支線から分岐するゴードンストーン駅への支線が開業した。 2005年にキンローラへの支線から分岐するロレストン駅への支線が開業したエメラルド地区で分岐する支線1884年にエメラルド駅からクレアモント駅までの支線が1887年にエメラルド駅からスプリングシュア駅までの支線が開業した1910年にクレアモント駅からブレアソウルまで延伸した ジェリコ駅やらかい駅間グレートウェスタン鉄道路線図ブラッカル駅やらかい駅間はグレートウェスタン鉄道法に基づいて建設された。1908年にジェリコ駅から南西に分岐しブラッカル駅に至る支線が開業した。グレートウェスタン鉄道計画の一環としてブラッカル駅からやらか駅まで西南西に延伸するフィーダー路線が1917年に開業した。 グレートウェスタン鉄道は実現せず、やらか駅より先には延伸しなかった。2005年に廃止された。ありがとうございます。